ひとまずこれだけだけ。あ、白がいいよな。いや、そうなんだよな。だいたいこのこれかこれかその色やね。あー、なるほど。全種類買っちゃってさ。もうよ。ちょっと待って、何からしたんや。これさ、なんか説明書の多分さ、あれなんかスマホごめん、どっかない。あれあれ、ありがとう、撮ってほしい。え、携帯に、うん、あのなんか取扱説明書が確かな、なんかニトリの調べたらあったはずやね。え、今見たら1000円安くなってる。つらい。こういう時多いよな。服とかもそういうの、ね、うん、意外と歯がこれ鋭いから気をつけて。はい。マジで腰やられる。これじゃあ右端にうんこピッてして、これ、あ、これや。これや、こっちや。ちょっと待って、手が、あ、これや。入る入る、入った。よし、あ、これや、あ、こっちや。なんかでも引っ越し業者さんがあれやねんて、ニトリのやつやったら、うん、組み立てなんかすぐできるからいけるらしいんだけど、イケアとかやったらあれもっともっと自分でやるやん。 あんなんはなんか取り扱ってくれへんの多いらしい。スリッパ脱ご、もう邪魔やわ。それどこのやつ、ユニクロ。これ、あ、そう、ユニクロ。靴下買おうか、すごい気持ち悪い。着替えるなんか借りていい、うん。でも T シャツさ、でもいい、長袖と半袖どっちがいい。白でもいい、白でもいい、自分の靴でもいい、何でもいいよ。かわいい。やった、はい、ありがとう。宣伝しとくわ、これで。それでありがとう。私、靴下とこのクリア色色ある。ピエロみたいな。こういう色色ある。起きた時にあれ違うってなるよな。そう、すごい、引っ越したんやとなるよ。それでさ、なんか何時に起きようと思って。大丈夫大丈夫。これがいっぱい縦やんな。これ1、うん、これ2。1何万ある。2万。こーこー置いていいと思う、ここのまま。あ、オッケーオッケーオッケー。180オッケーオッケー。181センチ。ちょっと2次元のキャラで想像するわ。大変。はい。面白。ちょっとトイレ行かん、行ける。大丈夫。ここ、ここごめんな、遮るな。で、こいつが、こいつ玄関持っていく、玄関持っていく、持ってかれる。 A? あった、いっぱいある。はっ、あ、どう。え、そして、なんかさ、もうちょっと力仕事、すごいな。力仕事するべきやった、なんか人生。筋肉が。あ、大丈夫。よし。あ、いいよ。いいよ。いいよ。え、何やりやりやり。大丈夫。いける？大丈夫。あ、これさ、もうちょい上を。全然おへん。これ女二人でやることちゃうでしょ。こういう時にあれよな、なんか同棲してる人をな、連れてこいたいよな。いや、おらんけどな。これもこれじゃ回らん。それも、うん、ギリギリまで。え、ちょっと揺らして。もっといったで、これ。え、めっちゃ回るで。マジ。え、見てみ、これ。なんでこんな回る、なんでこんな回る。どういうこと。立てますね。はい、行きます、せーの。まあ、送料なしで1万1000円ぐらい。あ、やっぱそんぐらいすんねや。うん、ここや。実家場所かって言ったよ。こっちをした。こう行く。まずこう行く。まずどう。行きます。はい。全然浮いてない。全然浮いてない。先ちゃん。しない。行かない。行ける行ける。あ、でこの段ボールをもうちょいな、押したい。押したい。マジで。待って、刺さった木。怖い。スリッパ履いとき、やっぱり。はい。じゃあスリッパで刺さった。え。ありがとう、ほんまに。自分一人やったら諦めてた。これ無理やろうな。少年のアリスって5巻もう発売されてたよな。あっ、8個目だそうやんな。そう、こっちがおかしい。1、2、3、4。え、なんかタコス違う。え、4じゃメールだけやで。あ、違う、ここがおかしいやん。あ、そっちやんか。ゲシュタルト崩壊。え、これカバー自分でつけてるの、うん、すげえな。サキちゃん、これ逆。え、どういうこと。こっち。なんかおかしいと思った。終わりが見えてきた。でもアイス、ありがとう。アイスが美味しくなるよ。めっちゃくれるやん。あ、ちょっと腰痛い。来るよ来るよ。すごいすごいすごい、ぽい。ぽいよぽいよ。ぽいな。手大丈夫。大丈夫。あ、そうやね、うちもさっきから疲れが出てる。あ、逆や。この奥行きに17冊ぐらい
ってことは手前にも17で34やったっけ32 34かできたー。ありがとう。何時間？お疲れ様。何時からやったの？12時半。1時半あれ始めたん。そんぐらいだっけ。女2人でそれやろ。待って、で34かける、この棚だけに、このサイズだけ、うん、ここなし、あ、そこもう全部、あ、全部、このか、うん、1、2、3、6×4、24、34×24でいいやんな、うん、816、めっちゃ入るよ単純計算で、うん、こことかだってな、待って、オーバーサイズのさ漫画よなよな頑張る、でもなんかあとは並べていくだけやから、うん、お知らせするな、動画アップする前に写真送るな、完成した時点で、ありがとう、ほんまに部活終わりのアイスじゃん。これってさ、いつもいつのタイミングで取り外すか迷う。あー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。乾杯。映ってない。ここや、はい、乾杯。乾杯。なんかちっちゃく見えるこれ。あ、でも一緒か、ピンク合ってる。ピンとこれや、これか。乾杯。一回だけだ。絆創膏。ごめんな。絆創膏映ってる。ごめんな。痛いよな。体張ったな。張ったな。二人とも怪我して。ほんまに痛い。でも意外とさ、すっきり見えるな、うん。もっと圧迫感感じるかなって思ってんけど、ここ。やっぱ白やからいい感じやな。これもニトリ。ん？そうなん？これもニトリ。ニトリ信者やな。うん、これは？これがイケアで、これニトリ。これも暗く見えてん。あー、だからこれかけたん。そう、でもこれもさ、業者さんによるんかもやけど、うん、段ボール足らんくても諦めて送るつもりやってん。まあ、乗せ込めるか聞いて無理やったなみたいな感じやってんけど、でもこれ送ったら結構大変やな。そうやね、めっちゃ高いことなんや、ね、でも何も言わずに持って行ってくれて、うん、すごい優しかった。昨日頑張ったつもりでおってんけどさ、うん、意外と終わってなかった。いや、でも1日でここまで頑張った、うん、お腹いっぱいね。それでかいよね、意外と今。スーパーカップとかさ、うんうん、分けて食べる人、一回食べきる、一回食べる、ほんますごいな。カップ系食べやんな、ハーゲンダッツぐらいかな食べて。外でさ、うん、ミルキーのライブ行った覚えてる、うんうん、コンサート最後の、うんうん、あん時にさ、ソフトクリーム食べたの覚えてる？覚えてない？あ、箱やんな、でも神戸のとこやんな。そうそうそう、海沿いのな。ソフトクリーム食べんのが遅くてさ、うんうん、絶対アイスとかすねん、こういうやつ、うんうんうん、で家じゃないとこんなん食べられへんくって、うんうんうん、外絶対カップやねんけど、うんうん、あ、そうなんや。で、あの時ベタベタだってなもん。なったな、うん、懐かしい。あの帰り死んだわ。あ、そうやんな。なんかさ、こぼれてるで。ご飯に、ご飯にジャイアントコーン来てくれてる、ありがとう。かわいい。黒バージョンもあんねん。あ、見た。あ、ほんま？うん。でもそのグッズ一番初めでさ、最近あのトートバッグ、ちっちゃいやつ、へ